皆さんこんにちは。こんにちは。レッドベースボールチャンネルです。さあゆるちゃん、今回は、はい、千葉ロッテマリーンズ中村翔吾選手の、はい、グラブについてね、ちょっとご紹介をしたいと思うんですけども、グラブ開発センターのね、はい、角正くんに、入っていただきたいと思います。こんにちは、角正です。よろしくお願いします。さあゆるちゃんね、中村選手、はい、まあ、グラブに、ね、どんな特徴があるのか、とかね、こだわりがあるのかとかいろいろ聞いてみたいと思うんですけど、よりちゃん何かありますか？はい、中村選手のグラブのこだわりってあるんですか？はい、おこだわり、はい、こだわりはですね、他の選手と比べてポケットが非常に深いんですよ。おお、あ、確かにね、言われてみればね、ものすごい深いですね、内野手にしては。はい、で、まあ、源田選手と対照的に、うん、がっつりと握りたいっていう、握ってこの安心感、安定感の安心感っていう特徴ですね。自分の手でしっかり握りたい、はいはい、なるほどね。これ選手によって全然違う ね、 そうですね、グラブはね。 Z のグラブを使い始めたきっかけって何かあるんですかね？中村選手は1年目の時にふわっとアプローチしたら、うんうん、結構気に入ってくれまして、なるほど、それがきっかけで、まあ、使っていただくようになる。はいはい。ってことは、まあ、中村選手がこんな形を好んでるんじゃないかなというところ、なんとなくイメージをしながら、そうですね、まあ、ものを作ってみて、はいはいはい、で、まあ、選手にね、中村選手に見ていただいたら、あ、結構気に入ってもらってみたいな、うん、やっぱね、どこでどんなきっかけがあるかわかんないよ ね、 はい、でもこうやってね、あの Z のグラブを使ってもらえる選手が増えたりって非常に嬉しいことですよ ね、 そうですね、はい、なるほどなるほど。ちなみに、まあ、ゆうちゃん他になんか気になることありますか？中村選手のグラブについて。中村選手のグラブ年間どれぐらい作ってるんですか？中村選手は、まあ、普通の選手は年間3ここから5個くらいなんですけど、はい、平均的にいくと、平均的に、はい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 、ちょっと多めの6、7個ぐらいですね。なるほど、はい、6個、7個作って、これまあ選手によってね、いろいろ特徴があると思うんですけど、例えばまあそのシーズンに使うグラブを、まあ、自主トレからキャンプで鳴らしてそのままずっとシーズンに行くパターンと、はい、そのシーズン中に翌シーズンを見据えてこう練習で鳴らしていくっていうパターンがあると思うんですけど、中村選手ってどんなこうグラブの作り方ですか？シーズン終わりに納品して、はい、それを自主トレキャンプと使ってそのまま翌シーズン1個でいきたい選手です。おー、1個にこだわりを持って1シーズン行くと、はいはい、あ、なるほど、いろんなタイプいますね。これでもね、1個で行くってことは、まあ、例えばですよ、試合中に紐が切れましたとか、はい、そういう時のこう、まあ、緊急を要するような対応とかっていうのが今まであるんですか？それは、昨シーズン使ってたやつを予備で持ってて、 あとはなるほど、もう練習用で作っていくと、はい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 、鳴らして、はい、なるほど。やっぱね、前の年に使ったやつを取っておくっていうのも、まあ、これね、ちょっとこう、まあ、安心するというか、はい、やっぱり、まあ、予備というかね、手元に置いとくのも非常に大事なことですね。まあね、こうクロスのウェブでもね、はい、ちょっと特徴があったりしている中村選手の、まあ、グラブなんですけども、まあ、いろんなあの Z の内野用のグラブの方が あるので、まあ、ぜひね、中村選手の方がどんなグラブなのかっていうのも皆さんにね、ご注目していただきながら、Z のグラブにも興味を持っていただいて、もう今シーズン、そして来シーズンもね、中村選手のもう大活躍を期待したいなと思います。皆さんぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。お願いします。